はいお疲れ様です。まずは皆さん本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。また全国ので、えーえー、今日はですね何でしょうかまあズームですかね繋がってる皆さんがいると聞いてます。はい全国の皆さんお疲れ様です。はい、えー、日々のお勉強ご苦労様でございます。今日はですねはい毎年恒例になっちゃいって,っているんですけれどもはいミニマックス 一般常識20本と題しましまてですね、はい、一般常識についてあの、まあ、直前 MAX のですね、えー、プレバージョンという形で入っていいきたいと思いますで、まあ、検討していただいている方もいる方もよかったらねこういう教材があるんだということを、ねまあ、ご紹介ということですね。はいということで、まあ、直前期いろいろ悩みあるかと思うんですけれども簡単に言うとですね試験の前になるべく多くの情報を確認してから試験会場に行くこと。 これが大事です、はい、当たり前なんだけども人間ですから覚えてないよねそんなものはね全部はね。なのでとにかく試験の前にいろんな情報をまあねあの自分の中に取り組んでいって取り込んでそれをですね、まあ、あの忘れないうちに試験会場に行ってアウトプットすればいいんですよ。でもね実際受けた人はわかると思うんだけども試験の直前に大事なところを覚えろって言ったってよ目に入らないんだよね。ここれ私自身が経験したことです いやいやなんかこっちも大事だけどこっちの方でなんかここ出るみたいなこと言ってるとなんかもう全然もう身にならない、はい、その時に唯一でできたのが問題です要は問題やってる時にしかもそれが予想問題であったらもしかしたら出るかもしれないと思ったらやるじゃないですかだから唯一集中でできたのが問題なんですよそこで私がやってる道場が直前マックス800本ということで、まあ、今も苦しみだから、はいえー、問題作ってます。はいで なんでそんなのをやってるかというとちょっとでも当てたいからです。で競馬と同じでですねとにかく当てることに私生きがいを感じていることです。まあ一年の生きがいはそこですそれ以外に生きがいありません本当かどうか分かりませんけどもなので非常にですねやりがいを感じてるんですね。で念のため言うと去年ロード一般の択一今日のこのミニマックスからズバリ1本出てます。はい、ということを考えてまた今年も当てようかと思って とっとおききのネタを入れておきましたはいということなので今から時間を皆さん約10分間、まあ、一応様子見ながらね測りますので20問なので約2問ですね問題としてはちょっとやっていただいてでその後で答え合わせをしながら重要ポイントを一緒に覚えていきたいと思います。それでは皆さん 右側をですね。ちょっと答え書いてあるので、ね、何でもいいですので、ちょっと隠してもらって良いでしょうかね。何でもいいです。その辺にあるパンフレットとか適当にね。ご用意していただいて、右側隠していただいて良いでしょうか？画像をご覧の全国の皆さんも一緒にやってみてください。では、今から約10分間、時間を計ります。では、スタートしてください。 はいそれではねあの一緒に答え合わせをしながら予想ポイントを見ていきたいと思いますさて皆さん1回問題やりましたやったってことはよそこに集中したってことだよね今一番覚えるってことだよねはいそこがも大事なんですやったから集中できてるんですやってなかったらただあの講義と同じですからはいじゃあね一緒に見ていきましょうねでは判例問題ですよねさあ多分初めて見た判例も多いと思います 一般常識は、はい、まずね、判例に関しては選択式が危ないんだけども、いきなりこれだけやってくれって言われたってさ、覚えられないわけですよ。なので一旦見てもらいました。では、まず裁判所が問いの一番、退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたっては。 退職手当管理機関の同一の立場に立って処分をすべきであったかどうかまたはそのどの程度支給しないこととすべきであったかについて判断しその結果に実際にされた処分との比較しその掲重を論ずべきではなく退職手当の支給制限処分が退職手当管理機関のここですね 退職手当を管理している期間の裁量権の行使として、まあ、されていたことを前提とした上で当該処分にかかる、はい、判断がここ社会観念上著しく妥当を書いて裁量権の範囲を逸脱しまたこれを乱用したと認められる場合に違法であると判断すべきであるとするのが、まあ、最高裁の、はいまあ、判例であると。 これがですね右側見てくださいね、まあ、比較的新しい、まあ、この、えー、事件です。さあじゃあ実際これ試験に出ました選択式でできますかやってみましょうか、はい、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたっては退職手当管理機関と同時の立場に立って処分すべきかであったかどうかまたはどの程度支給しないこととすべきであったかについて 判断しその結果と実際にされた処分とを比較してその掲示、まあ、を論ずべきではなくね,べきではなくね退職手当の支給制限処分がよく見て退職手当管理機関の何々の講師さあ入るかい何々の講師何々の講師ヒント何々権権権利の権最後何々権の講師としてもう一個出てきます。 えー、されたことを前提とした上で、当該処分に係る判断が社会通念上著しく妥当を改定。はい、これも〇〇県のはい範囲を逸脱し、またこれを何々したこれ二文字。はい、答えを見てください。ということで、もし穴開いたら入るかどうか確認してください。 はいこれ今ね期日ですから難しいですよね当然のことながらでもねなんでわざわざそんなことやるかというと印象付けないとしょうがないからはいこれ真剣にやってますからねもう出るって想定してやってますからね最高裁の判例ですね最新判例持ってきてますからねはいということでぜひマスターしてくださいね次行きましょう今度は有名な事件ですね。はい ででは、えー、これ、まあ、最高裁大大阪薬科薬学事件です労働契約法20条現パート法、まあ、有期法8条は有期労働契約を締結した労働者と無期労働契約を締結した労働者の労働条件の格差が問題となっていたことを踏まえ有期労働契約を締結した労働者の公正な処遇を図るため、はい、まずここですね。 はい、要は勇気、ねまあ、と向きが異なった労務管理がされていたと3行目、はい、そして公正な処遇を図るためその労働条件について期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものである両者の間の労働条件の相違が賞与の支給にかかるものであったとしてもそれがまあ道場による えー、不合理と認められるものに当たる場合は、あり得るものと考え一旦止めます。はい、この、ね、当時は労働契約を二十条、現パート有期の八条は、不合理な、まあえー、差別をしてはいけないよってこう言ってたんだよね。これについては、はい、上から三行目。公正な処遇を図るためのものなんだ、ということですね。はい、さらに、賞与についても、それが不合理と認められるものに当たる場合はあり得るんだと。はい、もっとも、その。 判断に当たっては他の労働条件の相違と同様に当該使用者における賞与の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえた同条所定の諸事情を考慮することにより当該労働条件の相違がはいここですね不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものであるとするのが最高裁の判例であると。 はい、右側見ままししょょううねじゃあ選択肢で出たよとはいいきましょう労働契約を20条現パート有機の8条は有機労働契約を締結した労働者と無期労働契約を締結した労働者の労働条件の格差が問題となったことを踏まえ有機労働契約を締結した労働者の、はい、何を測るんだとどんな処遇を図るんだと、はい、ど,どんな処遇を図るんだと。 左にね答え出てるので見ておくとくいいですよね。公正な処遇を図る、はい、公正な処遇を図る。その労働条件につき期間の定めがあることにより不合理なものとして禁止したものであり両者の労働条件の相違がここ、賞与の支給にかかるものであったとしてもそれが道場にいう不合理と認められるものにあたる場合は、まあ、ありえると考えると、はい、つまり賞与に関しても、ね、不合理な差別はダメなんだよねと。 最もその判断にあたっては他の労働条件の相違とは同様に当該使用者における賞与の性質やこれをはいこれ難しいです、ここ答えを見てください支給されることとされた目的を踏まえてはい諸事情を判断することにより労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものであるとはいではもう1個いきましょう。 絶対やらなきゃダメなのがこ,こだよねなんだもうこれもう当てに行っちゃったじゃん。はい、<laughs> ということで、はい、早いよな、はいえー、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に関する労働者の同意の有無ここチェックだよね労働者の同意の有無については当該変更を受け入れる旨のえここ,、ねこ,こ,ね、こあの最近のね あの一般常識の穴あけ問題とか判例は長いんですよ、センテンテスがだからワンポイントじゃない時が多いのでちょっと気をつけましょう。